をお見せしています。訓練中、鷹をさまざまな環境に慣らすため、鷹匠は街中や郊外に鷹を据えて出かけます。これを据え回しと言います。その前に一箇所を回りながら鷹に周辺を見せて場所と状況に慣れさせる訓練を行います。それがこの輪回りになります。鷹は自分の縄張りの外に出ることを不安に感じる習性があります。このため鷹匠はその感覚を広げて、どこに行っても自分の縄張りのように自由に狩りができるよう、さまざまな環境に慣らすようにします。鷹が鷹匠のそばにいれば安心であると感じられるようになると、どこに行っても平常心で狩りができるようになります。この浜離宮恩賜庭園が宮内庁の鴨場であった頃は、大手門の外、現在は駐車場になっている場所で、鷹匠たちは夜中に1時間くらいこのようにして回り、それから銀座の三越などまで歩いて末回しに出かけたと言われています。ではこれより実演を始めさせていただきます。門下生は整列してください。実演に先立ち、共催の NPO 法人東京臨海地域開発研究会の小野寺理事長よりご挨拶をお願いいたします。おめでとうございます。寒い中、昨日と比べて随分冷えております。なので、トリックでしようと思います。今年22回目というこの感じのでございますけれども、年々メディアでも大変多く取り上げていただいて、昨日もですね、テレビ局がいつかね、撮影をしていただきました。約1万人の人たちにお正月楽しんでいただいている、大変東京の中でですね、恒例になった大きなイベントに成長することができました。皆様のおかげだと思っております。私たちNPO 東京臨海地域研究会は、ここに見えますが、この高い高層ビルが汐留の開発の時に町協といいまして、町の町会がみんなで集まって、この町をですね、町会と統一の取れた町づくりをしてほしいという、そういう願いをですね、伝えるために立ち上がって、この地方に来ておりますけれども、すでにこの超高層ビルにつけても、ニューヨークのですね、セントラルパークじゃないかなというふうに思い、巡らせるぐらい高層ビルに囲まれつつあります。しかし、この場所はですね、徳川家の浜御殿といいます、まあ、別邸であり、また中の狩り場でもあったということを由緒ちなみまして、22年前からこれを続けさせていただいております。それもですね、この東京都公園協会の、やるご支援、あるいはこの浜離宮を愛する、この町の人たちの願い、そういうことが続いていると思います。
そして今日はですね、この地元、ここは中央区がこれを全部取り仕切っているといいますか、地域的にですね、その矢田区長さんも先ほど、合気道もちょっと見ていただきましたけども、お見えしていただきます。後ほどちょっと念頭のですね、ちょっと ご感想とお話しいただければと思います。それから、片山さつき、ちょっとお立ちいただけますか。参議院の片山さつき先生です。今日はですね、お忙しい中、またちょっと見に来ていただきながら、これまた PR していただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、正月のですね、この坂のイベント、市富士二鷹三茄子といいますか、正月の縁起物でございます。どうぞここにいる皆様の今年1年のですね、ご多幸をこの鷹にご出席いただいた皆様にですね、お知らせいただきたいことをお祈りいたしまして、私の挨拶と同時にまた最後までお話しいただきたいと思います。で、あと矢田区長さん、一つどうぞ、一つよろしくお願いします。地元の区長さんにですね、この中国の観光協会からもですね、ご支援をいただきます。から財団法人文化支援協会からも、全部区長さんの、はい、よろしくお願いします。どうも、明けましておめでとうございます。22回目のね、法要日に、今回もこのように大勢の皆様をお越しいただきまして、本当にありがとうございます。昨年、なんといっても素晴らしかったのは、2020年のね、オリンピック・パラリンピックが56年ぶりにこの東京にやってくるということが決定したことでありましてね、世の中いっぺんに明るくなったら、そんな感がするわけであります。オリンピック・パラリンピックが、行われますと、もう世界中から観光客、1000万人を超す方々が、この東京にやってくるわけであります。日本はね、いろんな文化、スポーツですね、合気道も今皆様ね、ご堪能いただいたと思いますけれども、そして法要日、これも素晴らしい文化ですね。この浜離宮も国の特別史跡、特別名所、二重指定を受けてですね、こういう公園っていうのは全国に6つしかないわけでありますからね、こういうことも世界の皆様方にこのご披露できるんではないかな、そういうふうに思うわけでございましてね、この平和とスポーツの祭典が56年ぶりにやってくる、そうですね、みんなでもっともっと素晴らしい平和な世界を作り上げていこうではありませんか。おめでとうございます。ありがとうございます。どうさん、ありがとうございました。ですね、昨日のことをちょっとご説明させていただきますね。ここに電通のビルがございます。この一番上にですね、赤いちょっとこう鉄塔が2つございます。湾曲になったちょうどてっぺんぐらいから、後ほどですね、大鷹が飛来します。その大鷹を動かしますね。大鷹さん、こちら、こちらの大鷹、はい、じゃあいい、ちょっと来て、これから移動しまして、上に着いたらまた合図がします。そこから一気に降りてきます。昨日は大変劇的なですね、ここに住んでいるトンビ5羽と空中戦になりましてね、もう見てた方もびっくりと、ハラと同時に途中ね、どっか行っちゃったんですね。でもすぐ見つかりまして、安心したんですけども、ちょっと音が鳴ります。動きやってください。よろしくお願いします。それでは今日はこれからすぐ次の公務で行かれるそうなので、ちょっとだけで結構ですがね、寒い中で来ていただいて、ちょっと一言。皆様、明けましておめでとうございます。